人間本来の真の健康とは免疫力の高い体である。私たちは免疫が低下することで病気にかかったり病原菌に感染することになり、病気からの回復も遅れます。また免疫機能が正常に働かなくなることで様々な病気や症状に苦しむことにもなります。そのような健康リスクを回避するためにも、日頃から自然の摂理にかなった食習慣や運動習慣を意識し、免疫機能を正常に保ち、病気にならない体を手に入れましょう。皆さんどうもこんにちは。本ようやくチャンネルのりょうです。今回は医学博士であり、石原クリニック院長である石原裕美先生の空腹で歩くと病気にならないを解説していきます。この動画では現代人の生活リズムに合った空腹時間の作り方の提案とその理由、そして空腹状態で運動することの健康効果など気になったところをかいつまんで、重要なところだけをお伝えしたいと思います。世の中には数多の健康法が存在しますが、人によって合う健康法、合わない健康法があるのは当然で、それは実際にトライしてみないとわからないでしょう。この本で紹介されている方法は簡単に試すことができるため、あなたに合う健康的な習慣を見つけるお手伝いになれば嬉しく思います。さて本日ご紹介する内容は以下の3つです。第1章、朝ごはん抜きのすすめ。第2章、空腹のすすめ。第3章、空腹ウォーキングのすすめ。どれも非常に重要な内容となっています。ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速参りましょう。第1章、朝ごはん抜きのすすめ。戦後、日本人の栄養状態は飛躍的に良くなり、私たちの健康に対する関心は以前より圧倒的に高まっていますよね。あらゆる角度から情報が入ってきて、健康知識自体はどんどん豊富になってきています。にもかかわらずですよ、国民医療費は年々増え続けています。これは一体なぜなのでしょうか？それは多くの人が健康常識を得ながら、知識だけを得ながらも実行していない、そういう怠慢のせいなのか、それともある程度以上はちゃんと実行しているものの、その健康常識自体が間違っているせいなのか。著者は後者の方をがっつりと主張されています。私たちの健康ライフに欠かせない食べる飲むという部分において、常識だと思われていることが実は大きく間違っているんだというんです。例えば健康のために朝食は毎日しっかり食べる、こういうことをこれまで当然のように実行してきた方は結構多くいらっしゃるのではないでしょうか。朝食をしっかりとることについては、今となっては賛成派否定派の意見をそれぞれ聞いたことがある人が多いでしょう。しかし世間の一般常識や、あなたが子供の頃に親や学校の先生から教わったことは、朝ごはんをしっかり食べることは健康的だ、一日を元気に過ごすためには朝食は大切だ、というようなことではなかったでしょうか。しかしその一般常識は正しくありません。著者は基本的に朝食をしっかりとることを推奨していないんです。たとえ食欲がなくても、その方が健康的だからと、その日の仕事のパフォーマンスのためだからと、とりあえず朝食をお腹に詰め込んで出かけている人には特に伺いたい。あなたはその状態で朝食を食べて心から美味しいと感じていますか？おそらくそれほど美味しくないと思っている人が多いのではないかなと思うんです。その理由は、前の日の夜ご飯がまだ完全に消化しきれておらず、朝食の時間になってもまだ食べ物が胃に残っているからです。現代人、特に勤めている人は夜遅くまで働き、夕食を食べ始めるのが8時や9時以降なんてことが多いんです。寝る時間は5時間から6時間が普通。そのような生活になれると、朝起きてもまだ胃に食べ物があり、体はまだお腹が空いたから朝ごはんを食べようという状態ではないんです。それでも現代医学では、ほとんどの医師、医療関係者、あるいは学校の先生なんかも口を揃えて朝食の重要性を訴え、健康のためには朝食を取りなさいと言います。そして毎日朝お腹が空いていなくても、とにかく胃に食べ物を入れる、そういう行為を繰り返すことになるんです。自然の摂理に反して無理して行うことは、大体がいい結果を生みません。それは食欲がなく食べたくもない時に朝ごはんを無理に食べるということも同様なんです。ではお腹が空いていないのに朝ごはんを食べるという自然の摂理に反した行動をとると、どんな良くない結果を生むのでしょうか。
まず排便のメカニズムを狂わせてしまいます。朝ごはんを食べると胃腸が働くって聞いたことがあるという人もいるかもしれません。規則的な排便習慣のためにも毎日朝食を取るようにという主張もあるんですが、石原先生は全く逆だと言い切っておられます。吸収は排泄を阻害する。これは人体の生理です。食事をすると食べ物を消化したり栄養を吸収したりするために血液が胃や小腸にたくさん集まり、他の臓器への血流が不足する状態になります。ということは排泄を担当する大腸や直腸、腎臓にも血流が不足してしまいますので、排便機能も同時に低下してしまうというわけです。もちろん同じように脳や心臓、骨格筋へも血液が供給されにくくなり、食後に眠気が襲ってきたり動きたくなくなったりしてしまいます。これは誰でも経験したことがあると思います。つまり夜ご飯を早く済ませ、寝ている間に胃が空っぽになっている状態で胃をしっかり休ませることができれば、大腸、直腸、腎臓の動きが活発になり、起床後自然に排泄が促されるんです。ところが多くの人は夜遅くにご飯を食べています。そうすると寝ている間にも消化活動が続き、朝お腹が空いていない状態で朝ご飯を食べるということになります。すると胃や小腸が休む間もなく全身から血液を集めて活発に働き出すことになり、正常に出るはずだった出るものも出なくなるんです。このように健康のためにいいと信じて無理に朝食を取ったがために健康を損ねるというケースは非常に多いそうです。育ち盛りの子供などの場合は朝でも本能的に栄養補給を求めるんですが、ほとんどの大人の場合は朝から栄養を求めたりしないんです。また食べたくもない朝ごはんを食べることは、体のデトックスが進んでいるところにストップをかけてしまうもったいない行為でもあります。朝食は英語でブレイクファストと言いますが、ブレイクは止める、ファストは早いという意味ではなく断食という意味なんです。つまりブレイクファストは断食を止める、物を口に入れない睡眠時間、つまりこの断食を止めるという行為、それが朝ごはんなんです。この場合の断食というのは睡眠時間のことを指しています。寝起きというのはミニ断食明けということができますよね。起きてからもその状態が続けば胃腸がさらに休まり、他の臓器が活発に働きます。各臓器の活動がより活発になるとデトックスはさらに進み、血液が浄化されていきます。そんな素晴らしい状態にストップをかけてしまうのが、お腹が空いているわけでもないのに食べる朝ごはんなんです。朝お腹が空いていないのは夕食の時間が遅いからという理由もありますが、そもそも現代人は食べ過ぎで胃や小腸が働きすぎという問題もあります。空腹の時間をちゃんと作って胃や小腸を休ませてあげるべきなんです。特に今の人は夕食を食べる時間が遅く、一日の中で食事量も一番多いんです。なのに次の食事、つまり朝食までの間隔が短く、お腹も空いていない。さらに朝は睡眠というミニ断食の後の状態で排泄臓器が活発に働いているというタイミングです。ならば一日2食に戻すとしたら朝食を抜く、これが最も理にかなっていますし、現代人の生活リズムに無理なく合うはずなんです。さあ、ということでこのままお話を続けたい気持ちは山々なんですが、少し長くなってしまいそうなので、一度ここまでの内容をまとめておきましょう。第1章のまとめとしては、ポイント1、食事をすると食べ物を消化したり栄養を吸収したりするために血液が胃や小腸にたくさん集まり、他の臓器への血流が不足する状態になる。その結果、大腸や直腸、腎臓の血流不足で排泄機能が低下したり、脳や心臓、骨格筋への血流不足で食後の眠気、動きたくないという症状に襲われる。ポイント2、胃腸が休まり他の臓器が活発に働いているときはデトックスが進み血液が浄化されている。朝食を抜くことで空腹でいる状態が長くなり、一層その効果が高まる。ポイント3、朝食を抜くという方法は現代人の生活リズムに合っている。第2章、空腹のすすめ。さて、第1章では朝ごはんを抜くという提案をさせていただきました。ですが朝何一つ口にしてはいけないというのは辛すぎる、そういう方も大勢いらっしゃると思います。そのような方の味方になってくれるドリンクがあるので紹介しておきましょう。胃に負担をかけない、排泄活動を抑制しない、脳の糖分を補給する、この3つを同時に叶えてくれる著者おすすめの人参、リンゴジュース、生姜紅茶などは毎朝口にしても OK な飲み物です。早速作り方をお見せしましょう。まず人参、リンゴジュースの作り方は、材料として人参2本とリンゴ1個です。
この人参2本とリンゴ1個をよく洗い、人参はヘタを取ってリンゴは四つ切りにして芯を取ってください。ここで重要なのはどちらも皮は剥かないということです。そしてこの2つをジューサーに入る大きさに切り、人参、リンゴの順にジューサーにかけていきます。これだけで完成なんです。とても美味しいですのでおすすめです。さらに生姜紅茶の作り方です。生姜紅茶は紅茶、生姜、黒砂糖、湯ですね。紅茶に生姜を洗って皮ごとすりおろしたものを1つまみ2つまみ、さらに黒砂糖を入れていきます。たったそれだけです。以上、めちゃくちゃ簡単でしたよね。これだけで空腹が満たされるのかと疑問に思う人もいるかもしれませんが、心配はいりません。お腹が空いたと感じた時は血糖値を上げるだけで空腹感が収まるんです。私たちの体は血糖値が下がると空腹中枢が空腹を察知、血糖値が上がると満腹中枢が満腹を察知して脳に知らせるんです。今ご紹介したようなドリンクで胃に負担をかけずに排泄活動を抑制せず、血糖値を上げる糖分をうまく補給できれば、食べ物をお腹に詰め込まなくても空腹感を抑えることができます。こういった素晴らしいドリンクをうまく活用して、皆さんには朝食抜きにぜひチャレンジしてみていただきたいと思います。しかしね、こういった方法が全ての人に適しているわけではないということもお伝えしておきましょう。例えば肉体労働の人、アスリート、こういった一日の運動量が多い人は朝ごはんでエネルギーチャージをする必要があるというのは最もです。これまでの生活習慣上、朝ごはんを抜くことがどうしても耐えられない、また試してみたけどかえって調子が良くない、こういう人もいるかもしれません。そういう人は朝食ではなく昼食や夕食で調整してみましょう。いろいろと試して最も無理がなく自分に合う形を見つける、それが長続きをさせるためにも大切なことです。ちなみに朝食を抜いたからいいだろうと昼食や夕食でバカ食いするのはもちろん間違いです。日本では江戸時代まで庶民は基本的に1日2食でした。1日3食に増えたのはその後の明治期に入り、徴兵制により軍隊が誕生した頃なんです。厳しい鍛錬を積め、兵士と同じように1日3食の習慣が庶民にも広まっていきました。しかし現代人は、当時の兵士はもちろん庶民よりも1日あたりの運動量は少ないはずです。同じ食事の回数、カロリーを摂取していたら毎日のようにカロリーオーバーになってしまうのは当然です。これでは体が不調になったり肥満になってしまうのも無理はありません。こういったことからもう一つ提案したい食習慣は小食なんです。腹8分目に病なし、腹12分目に医者足らず。これは昔の人の経験から生まれた格言ですが、少なくとも腹8分目が体にとっていいことは皆さんご存知ではないでしょうか。小食が体にいいことは東洋医学では常識です。さらに興味深いのは、エジプトのピラミッドの碑文にもこのような言葉が残されているそうです。人は食べる量の4分の1で生きている、残り4分の3は医者が食っている。世界中でたくさん食べ過ぎることが健康を損なう、そして寿命を縮めることが大昔から分かっていたんです。格言だけでなく、実際に研究者による実験でも結果が出ています。アメリカの国立老化研究所のドナルド・イングラム教授は、高年齢のネズミを使った実験を行ったところ、小食のネズミは平均的に寿命が 40% 伸びることを実証しています。他にもネズミよりも人間に近い赤毛ザル200匹を対象にした実験も行われています。普通食と 30% カロリーを抑えた餌を与えるグループに分けて1ヶ月以上にわたり観察を続けたところ、普通食のグループよりも 30% カロリー減のグループの方が血圧や血糖値が低く保たれていたことが分かりました。このことからイングラム教授は、人間の生活習慣病も低カロリーにすることで防げるのではないかと推測しています。さらにアメリカのオレゴン健康大学ワクチン遺伝子研究所のニコリク・ズーキック教授のグループは、小食に関する研究で次のような成果を発表しました。18年間 30% のカロリーを制限したアカガエルは、普通に食べ物を与えられたアカガエルに比べて年をとっても免疫力に関わる T 細胞のレベルが高く、細胞が若く病気になりにくい。スペインのマドリッドの老人病院では、1日1800キロカロリーの食事を毎日食べる高齢者と1日おきに断食して、断食の日は水だけを飲む老人で比較したところ、1日おきに断食をした高齢者の方が長生きをし、ボケも少ないという結果が出ています。1日おきに断食した方が長生きするというのは、動物実験でも同じ結果が出ているそうです。こういったことから、食事量を制限することで高齢になっても元気でいられる確率が高く、寿命が伸びるということがわかります。
例えば現在日本人の平均的な体格の男性で1日に必要なエネルギー量は約1600キロカロリーと言われています。しかし何も考えずに3食食べているとその数値を軽く超えてしまうでしょう。しかしだからといって心機一転カロリーを意識し始めたとしても自分で毎日カロリー計算をするのは大変ですよね。ですので1日3食をやめ2食や 1.5 食にした方が長続きする人が多いんです。ここで注意していただきたいのが、先ほど申した通り食事の回数を減らしたからといってその2食の量が増えて結局1日あたりに食べる量が変わっていないのであれば意味がないということです。むしろ太古の野生時代の名残で食事の回数が減ると飢餓に備えて体が栄養を脂肪として蓄えようとする仕組みが発動し逆効果なんですね。つまり食事の回数を減らして総カロリーが同じであれば結果的には太りやすくなってしまうんです。たとえ食事回数が減っても食べ過ぎていつまでも食べ物が胃の中にあるような状態は避けましょう。さて第2章の最後に空腹時には免疫が上がるということを簡単に説明して空腹の勧めを終わりにしたいと思います。空腹なんて嫌だと思う方はここでチャレンジの意思を固めてみてはいかがでしょうか。私たちの体に備わっているあらゆるバリアをくぐり抜け外部から体内に侵入してしまったバイ菌やアレルゲンなどを食べて排除してくれるのは免疫を司る免疫細胞白血球です。その白血球は実は空腹時に活動が活発になります。しかし白血球が食べるのは外敵だけではありません。私たちが満腹の時は血液の中に糖や脂肪、タンパク質など様々な栄養素が存在し、白血球もそういった栄養素を食べて満腹状態になります。そして満腹状態だと外からバイ菌やアレルギンなどが入ってきても食べないんです。一方私たちが空腹の時は白血球も空腹のため侵入してきた異物を勇猛果敢に鈍食するわけです。それが免疫力がアップした状態といえます。私たちが病気になった時や怪我をしたり疲労困憊の時、食欲不振になりますよね。無理に食べようとすると嘔吐してしまったりします。実はそれは体がわざとそうしているんです。つまり食べないという状態を作ることで白血球の活動を活性化させる、免疫力を上げるために生理的に起こる現象、自然の摂理なんですね。食べたくもない朝食を食べるのと同様に、病気になって苦しい時に無理に食べ物を食べる必要はないということを覚えておきましょう。さてそれではこのあたりで第2章をまとめておきます。ポイント1、血糖値が下がるとお腹が空き、血糖値を上げるだけで空腹感が収まる。ポイント2、たくさん食べ過ぎることが健康を損ない、寿命を縮める。このことは古くから世界中で知られており、実際に様々な研究データでもその通りの結果が出ている。ポイント3、食事の回数が減っても1日あたりの食事量が同じであれば飢餓に備えて体が栄養を脂肪として蓄えようとする仕組みが発動し逆に太りやすくなる。ポイント4、空腹は白血球の活動を活発化させ免疫力をアップさせる。第3章、空腹ウォーキングの勧め。空腹と並び免疫力アップ効果大の方法は2つあります。それは血液浄化と体温上昇です。どちらも間違いなく体にいい状態であることは想像がつきますよね。実は血液浄化に関しては第1章でお話しした空腹が最も効果的です。なのでこの動画の残りの時間は体温上昇の方法に当てたいと思います。体温上昇のためには体を冷やさないような食事や服装、室温の調節などに気をつけることがもちろん大切です。ですが筋力をつけて代謝力を上げることがとても効果的なんです。中でも第二の心臓と言われる下半身の筋力効果が体温上昇には欠かせません。筋力をつけるためには食事の際に筋肉を作るようバランスの取れた食材を食べること、質のいい睡眠をとることとセットで簡単なトレーニングを行うことが必要となります。さらにそのトレーニングを行うタイミングも重要です。そのタイミングとは空腹時なんですね。トレーニングを行うタイミングを空腹時に設定することで痩せる、若返る、病気になりにくい体を作るという効果が倍増します。特に40歳以降になると足腰が徐々に弱っていく兆候を感じ始めるでしょう。お尻の筋肉が落ち垂れ下がってくる、大臀部が細くなるなどなど、そういったことを感じながらも年だしまあ自然なことかと思うだけの人と、このまま衰えていっては困る、よし運動を始めてみるかと気合を入れてウォーキングなどの習慣を身につけていく人、どちらを選ぶかでその後の人生は大きく変わるんです。下半身が衰えると全身の衰えにつながっていきます。それは様々な生活習慣病に近づいているサインでもあるんです。
しかしなぜか人間は内臓の不調は放っておかないのに対し、筋肉については年だからと諦める人が多いんです。一つ一つの筋肉を構成する筋繊維の周囲には筋細胞に酸素や栄養素を運ぶ毛細血管が付着しています。下半身には全身の筋肉の約7割が集中していて、その大量の血液で下半身を温めるという重要な役割も果たしているんです。若い頃は筋肉量が多いので血流量も血行も良く、上半身よりも温かい。その状態はいわゆる良好な健康状態と言われる頭寒足熱です。しかし年齢を重ね、筋肉量が落ちていくと徐々に下半身の熱量は低下し、下半身が冷え、頭寒足熱が頭熱足寒になると同時に下半身に存在する臓器の血流も悪化します。その結果、腎臓、副腎、前立腺、子宮、卵巣などが正常に機能しなくなることが考えられるんです。腎臓、副腎、泌尿器、生殖器といったへそよりも下にある臓器の総称を腎と言います。これら腎が衰えてしまうと、加齢により誰もが体験する下半身のトラブルが起こり、それが次第に上半身の老化現象にも影響していきます。下半身の筋力の衰えは下半身を冷やすということを皮切りに、様々な不調そして病気を招くことにつながるんです。中でも代表的な病気は糖尿病です。筋肉の 70% 以上を占める下半身の筋肉が衰えたことにより、血液中の糖の処理が間に合わなくなると糖尿病になってしまうんです。またあらゆる生活習慣病を招くメタボリックシンドロームは代謝症候群の意味ですが、正確に言えば代謝低下症候群です。メタボが増えるのは40代からですが、それは40代以降筋肉量が落ち代謝が落ちてしまう、これが大きく関係していると言えます。メタボを防ぐためには代謝の低下に伴い少食にして空腹を心がけること、そして同時に筋力強化を図り、体を温め代謝を落とさないように維持する、もしくは強化していくことが万全な対策と言えます。そのためにはもちろん体を動かすことも必要です。日頃それなりに動いたりスポーツを楽しんでいる人ならば、運動習慣を維持することや新しい運動を始めることに対して迷いはないでしょう。しかし何年も運動していないような人や高齢の人は、急に運動といっても何をすればいいのかと悩まれるかもしれません。そのような方々に著者がお勧めしているのがウォーキングです。なんだ普通じゃんと思うかもしれませんが、意外とこれが誰でもできるはずなのに続けることができる人はすごくわずかだったりします。まずは実際にウォーキングを何日か続けてみてはいかがでしょうか。いかに自分が歩くことに慣れていないか、歩くだけで疲れるかがわかるはずです。命に関わる病気から凝る、だるい、痛いといった誰もが悩む症状、そして心の病気と言われる部類まで、全てのあらゆる面運動不足が深く関わっています。自家用車、バスや電車といった交通手段がまだあまり普及していなかった時代は毎日よく歩いていました。歩くことで筋肉を鍛え、冷えを遠ざけ、血液もきれいにしていたため、現在の生活習慣病にかかることも滅多になかったんです。死亡率を下げるという目的ならば、1日あたりの運動量は1万歩歩くこと。これはアメリカのパッフェンバーガー教授によるハーバード大学の卒業生を対象に行われた年齢別の身体活動量と死亡率の関係についての十数年にわたる追跡調査が根拠となっています。その結論は次の通りです。運動により週に2000キロカロリー以上、つまり1日で約300キロカロリーを消費する人は、それ以下の人たちに比べて死亡率が低く、心臓疾患を起こすリスクも非常に低い。ウォーキングで約300キロカロリーを消費するには、計算で1日に1万歩以上必要なんです。その他にも1日1万歩以上歩けば動脈硬化を予防する善玉コレステロールが増加するという実験データがあったり、1日に1万2000歩以上歩く人は心筋梗塞にかからないというデータもあります。ということで、運動初心者はまずウォーキングをお勧めします。1日1万歩以上を歩くためには1時間以上の時間を要するため、実行が難しい人はウォーキング研究所を主催する駒崎優さん考案の10分で1万歩と同じ効果の歩き方、バランスウォーキング法を使ってみてください。基本の歩き方は、背骨をしっかり伸ばす、お腹を引き締める、着地はかかとから下ろす、たったこの3つだけ、非常にシンプルです。歩幅を無理に広くしたり、両腕を大きく振らないと運動効果がないのではと思う人もいるかもしれませんが、そこまでする必要はないとのことです。このバランスウォーキング法は腰痛や膝痛の軽減も期待でき、短時間で効果があるので、ちょっと時間が空いたら近所を一回りする感覚で取り組むことができます。
同じ筋肉ばかりを使わないように、たまには後ろ向きに歩いてみたり、横向きに歩いてみたりということも行ってみましょう。また、ウォーキングに最も効果的なタイミングは朝の空腹時です。空腹だから力が出ないのでは、倒れてしまいそうで危ないのではという声が聞こえてきますが問題ありません。著者はそんな反応に、お相撲さんは朝ごはんを食べる前に4時間も5時間も厳しい稽古をしている。ウォーキングぐらい大丈夫と答えているといいます。実はこの力士の朝稽古も理にかなっているんです。セロトニンというホルモンを皆さんはご存知でしょうか？セロトニンはリラックスしている時に分泌が多く、満腹感を感じる、心が安定するといった状態になります。逆に分泌が少ないと空腹感を感じる、イライラする、切れやすくなる、精神疾患になりやすくなるという状態になります。お腹が空くとイライラする、それはこのセロトニンのせいなんです。セロトニンは脳内に存在しているイメージが強いと思いますが、実はその 90% が腸に含まれています。ですから、なんとウォーキングにより腸が温まるとセロトニンの働きが活性化し、空腹感が抑制されるんです。また起きたばかりの空腹状態は胃が活動を休止しており、十分な血液が全身を巡っている状態です。そのため各器官は活力があり、手足が軽く感じます。起床後の朝ごはん前は実は運動するには適したコンディションなんです。さらに空腹時のウォーキングは体に蓄えられているグリコーゲンや脂肪をエネルギーに変えて消費します。力士が起きてすぐに何時間も激しい稽古ができるのも同じ理由なんです。気をつけることといえば無理をしすぎないこと。マラソン選手が走行中にフラフラして倒れてしまうことがありますが、それは体内の糖分不足が原因です。体が慣れていないうちに無理をしすぎると、同じ理由で低血糖状態に陥る可能性があります。朝のウォーキングでそこまでなることは考えにくいですが、慣れるまでは念のためにポケットに黒砂糖やチョコレート、飴玉を入れておくといいでしょう。朝の空腹ウォーキングの習慣が身についてくると、脂肪燃焼がスムーズになっていきます。また空腹で歩くことによって次の効果が期待できます。体温が上がり、余分な脂肪が減少する。免疫力が最大限にアップする。メタボの解消、ダイエット効果、それに伴う生活習慣病の予防が期待できる。体内の老廃物や毒素が排出され、血液がきれいになる。高血圧、心筋梗塞、脳梗塞を予防する。ストレスに強くなり、うつの改善にも効果がある。筋力がつき、同時に骨も丈夫になる。他にも肺の機能強化、ボケ防止、足裏のツボ刺激などなど、いろんな効果があるんです。いかがでしょうか？歩くことはこんなにもあなたを様々な脅威から救い、健康効果をもたらしてくれるんです。まずは1ヶ月空腹で歩くを試してみてください。朝30分ほど早起きをして準備体操をしてからウォーキング。こんな朝に切り替えると、体内の老廃物や毒素は排出され、爽快な気分で1日のスタートを切ることができるようになるでしょう。さて、このあたりで第3章をまとめておきます。ポイント1、全身の筋肉の 70% が集合する下半身の筋力を強化することで、体温が上昇し血液がきれいになり、免疫力がアップする。ポイント2、空腹でウォーキングをすることが理にかなっている理由は、ウォーキングにより腸が温まり、セロトニンの働きが活性化し、空腹感が抑制される。空腹時は胃が活動を休止しており、十分な血液が全身を巡っているため、各器官は活力があり、手足が軽く感じる。空腹時のウォーキングは、体に蓄えられているグリコーゲンや脂肪をエネルギーに変えて消費する。ポイント3、空腹で歩くことにより、免疫アップやメタボをはじめとした生活習慣病の予防、若返りなど、非常に多くの健康効果を得ることができる。いかがだったでしょうか？本書にはこの他にもたくさんの研究結果や空腹ウォーキングの健康効果が語られています。ぜひ空腹で歩くを始めてみようと思われた方は、モチベーションの維持にも役立ちますので、本書を買って読んでみていただきたいと思います。ここまでご清聴ありがとうございました。本日の動画が良かったよという方は、ぜひぜひ高評価ボタンだけでもポチッと押していただけますと、励みになり、より一層頑張れますので、よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。それではさようなら。